ガラルファイヤーたちの色違いが解禁されたからランクマに連れて行きたい。ガラルのファイヤー、サンダー、フリーザーの色違いがこちら。なんだか見たことあるカラーリングしてるね。公式でガラル山頂は本当は原種と別種だけれど、昔の人が勘違いしてファイヤー、サンダー、フリーザーって呼ばれるようになったらしいんだ。こっちのカラーリングだったら納得だよね。こんにちは、プラムです。今回は高級トリュポケトイズでランクバトルに潜っています。上から性質画面だと色が反映されてないんですけれど、色違いのガラルファイヤー、ガラルサンダー、ガラルフリーザー、金電枠は黄金と白銀に対になっている鳳凰とルギア。生拳はですね、もうカラーリング的にもこのコロコロぶりの形態で見てもね、どう見てもピンクロビンですよね。で、こちらのパーティー鳥ばっかなので、電気や矢が刺さってるので、モグラくんと洗濯くんも出てきそうなので、ルギアで壁張ってからファイヤーでじゃあここで釣って、サンダーでモグラくんなんとか使用作戦で行こうと思います。対戦よろしくお願いします。ルナーラ、落ちでもなかったです。ルナーラ金電話から出てきましたね。頑張れルニアン。ルナーラってことは基本的に特殊型ですよね。なので光の壁から入ってくるんじゃないかな。そう、今回のルギアはですね攻撃技一つもなくてですね、電磁波、電磁波はまだ大丈夫なんじゃないかな。そう、金電枠を壁張りと起点作りに、こちらも電磁波します。メイズを積んで、でも、人差しがね、ルギア君にはあるから、それは、まだ積んでる状態だったら大丈夫そうかもしれない。電磁波、OK ですね。起点と壁張りを金電枠にやらせてるんで、なかなか贅沢ですよね。さあ、リフレクターで物理にも熱くして、まだ瞑想ですね。多分次くらいまで瞑想積んでくるんじゃないかな。お、来てんだ来てんだって言いながら残念でしたね。こちらにはね、吹き飛ばすがあるのです。さあ、オッケー、ビリビリしてますね。麻痺を巻きつつ吹き飛ばして、3匹ともビリビリできたらいいなって感じです。ピューンって飛んできましたね。さあ、やっぱ出てきたドリューズくん、やっぱりいますよね。意外とちっちゃいのが可愛くて好きなんですけれど、この子地面タイプなので電磁波が入らないんですよね。だからといって帰れるわけでもない。どうしようかな。壁も張っちゃったし、電磁波で様子見よっかな。勝っていく可能性もあるのね。ガラルファイヤーがプラムチャンネルのね、生配信の第2の相棒枠みたいになってるんですよ。生拳とのガラルファイヤー、物理の生拳が見て、特徴ね、ガラルファイヤーが見てって感じになってるんですけれど、せっかくならね、色違いサントリ動画作りたいなって思って。頑張れサンダー、剣舞。でもこれタイミングすごい良かったですね。これ一旦帰るの遅かったらドリューズに全滅されてやばかったかもしれない。なんかドリューズの持ち物って、でもタスキとかのイメージあるんですよね。タスキとキスカーフのイメージがある。今のドリューズが何を思ってるのか全然わからない。ダイマックスか、砂かきなのかな、もしかしたら。じゃあ、ダイメギリーダイマックスしちゃったから、エフェクトがないよ、専用のエフェクト。これ、チームでね、防御が下がる。人が下がる。待って弱点武器とか見えてきたする。攻撃がグーンとって見えてきたする。でも壁込みでも落ちてもおかしくなかったですよね。痛い。砂かきですね。色取られてる。あーなんてことでしょう。ありがとうサンダー。ガラルのさ、伝説でサンダー、ファイヤー、フリーザー、昔の人が見た時に、これが伝説のファイヤー、サンダー、フリーザーじゃないかーってガラルの人が見て、そう呼んでるけれど、実際は別種みたいな感じの公式展開が書かれてくる。このね、2以上のね、
かそう面白いなってすごい思った覚えがあります。滑りって動けないか、まあ、でもダイモンドさんは枯らせましたね、ありがとう。あ、でもその伝説どう見てもなんかガラルファイヤーとか通常色とか全然なんかファイヤーっぽくないじゃないですか。色違いでそう思ったんだったらすごい納得ですよね。これ完全に後ろから見たら原種ファイヤーですもん。ちなみに今回のプラモの衣装に、色違い三丁どうかなって通常のねガラルファイヤーの色になっております。ダイマックスで、まあ、ダイアークだったら落とせるかな。本当はジェットしたいんですけどね、後ろの子たち抜けるように。いやー、なんかでもポケモンってモチーフがある子多いじゃないですか。今回のパーティーと鳳凰は名前のまま鳳凰で、原種のファイヤーはフェニックスなのかなって思うんですけれど、あの原種のフリーザーサンダーとあとルギアが求めた全く見当つかなくて調べてみたんですよ。まあ鳳凰は鳳凰だからなんか近い感じなのかなって思ったんですけれど、全然ルギアの見当つかなくて、オッケー、逆に放置されたら出会いに。だからルギアの目元がアオサギっぽいみたいなのを見かけて、アオサギからちょっと伝説の鳥系の生き物を調べてみたら、怪異でアオサギビっていうのがあったので、オッケー、ドリア使わせましたね。なんかそういうのあったりするのかなとか。で、なんか原種の3匹はなんかサンダーはサンダーバードっていう幻の鳥がいるみたいだけど、フリーザーは雪国とかの深夜系の鳥なのかな。最後イベルタラだった、ロトムじゃなかったですね。全然が2体、ジャイジェット安定ですね。ここはなんかでもガラル山頂はケルト神話のなんかカラスに変身した名場面の三姉妹が元ネットじゃないかみたいな考察とかも見かけて、ほえーって思ったんですけれど、ガラルサンダーとかなんか見た目だけで言ったらエミューとかダチョウとか絶滅動物のジャイアントモアとかそれっぽいですよね。元ネタこれじゃないっていうのがあったらぜひともコメントでプラムに教えてください。考察とか人のやつ見るの好きなんですよね。これはルナールだったらダイアークで落とせますよね。待って、ここもしかしてエベルダラバックだったらまずい。え、そんなことなかった。さすがにオッケーですね。とりあえずルナールは倒せたんですけど、体力的にこれまずくないですか。物理と特殊どっちだろう。エベルダラどっちもあるみたいなんですよね。ダイマックスが終わっちゃう。なんか色違いだとそれっぽさ全然ないんですけれど、イベルタルとガラルファイヤーは同じタイプなんですよね。これもう暴風するしか道がない、一撃耐えてね、こちら2発で落とすしかないですね。これでもあー今当たらなかったってですね。オッケー、でも偉い。これはでもまだ逆上も入る。待って、これは暴風で混乱を引くしかありませんね。混乱ワンチャン。オッケー、今度は当たらない。ライン半分。オッケーですね。混乱お願い。ダメだったよ。暴風は外れちゃう技だからしょうがない。ありがとうファイヤー。まあ消えた。大さんありがとうございました。と、電磁木、ルガルゴン、ルギア、ゴリランダー、エースバーン、ポリゴン2。なるほど、私の大好きな電磁木がいますね。一番上に配置してるってことはお相手さんも好きなのかもしれない。うちのパーティーにはぶっ刺さっているから出てくる可能性が高いですね。生拳からで、フリーザーはね、催眠術を覚えさせてるので、もう、ワンチャンの塊なので、最後ファイヤーかな。よーし。キポーン。対戦よろしくお願いします。さあ、初手誰から出てくるかな？電磁木！確かに、地面ポケモンがいないから。頑張れ、生拳！出しやすいですよね。今回の生拳、アレクル生拳です。さあ、アレクルっていきましょう。そう、普段だったらね、絶望のね、対面だと思うんですけど。にしても、電磁木見た目が本当にいいです。ダイマックス！なるほど。
自分タイプがいないから止まらないって思ってもダイマックスですね。いやでもね、今回の生拳はね、テスト画面で見たかもなんですけど、持ち物がね、タスキなんですよ。あ、大サンダーでシャキーン見てください。タスキでね、耐えて剣立ての生拳はミラコート覚えるのです。いい、素晴らしい。いや、ダイマックスポケモンをね、ミラーコートで飛ばせるの非常にアドが高いのではなかろうかでしょう。日本語変になっちゃった。電磁幕を倒せたので、もう役目は思いっきりルガロガンですね。この子挑発のイメージあるけど、どうなんだろう。あ、でもまずいかもしれない。普段の生拳だったら、天然の生拳だったらいいんですけど、今回あれなんですよ、飛び出す中身なので。天然だといくらステータスを上げても関係ないんですけれど、今回はまずい。これ自己再生で、タスキだったらどちらにせよまずい。どうしよう。でも自己再生でちょっとでも飛び出す中身しないとどうしようもない。自己再生まだ待ってくる。これまずいです。生拳が倒されたら、あの後ろの子たちでどうしようもないんですよね、割と。これはダイマックス生拳を切る時が、いやでもどちらにせよ一撃は絶対入れなきゃいけないよ。というか、できれば生拳で倒さないと、毒と飛び出す中身で倒せるかな。いやもうこれは切るしかない。ダイナクロ久しぶりに行きますよ。ひょぱーん、ひょいねー、うーん。かわいい生拳、巨大じゃないダイマックス生拳です。そう、この荒ぶる生拳はね、実は攻撃とHP に振ってるタマックスまで積んできましたね。このターンで攻撃だったらもっとまずかったかもなんで、普通にありがたいかもしれない。生拳が攻撃できないと思ったら大間違いなんですよ。ふっ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 ふ。インファイト、いやめちゃめちゃ入るけど耐えましたね。まあ、すでにあの防御結構高い子なので。え、でもこれで倒せるもんね、ルガルガン。いやー、やったー、生拳大活躍。ルキアが出てきましたね。あ、プレッシャーが出てないということは、ちゃんとうちのルギアと違って丸助けですね。飛び出す中身なので一撃入れなくても丸助けをなくすことはできるんですけれど、うーん、耐えるの偉い。3ターン前きっちりダイナクル打つことができましたね。大地の力。でもすごい、あのプライムが初めてあの生配信をした時って、大地の力が、大地の力カウンターできたらね、ワンチャンあるかなって思ったんだけど、ダメだった。あの物理だと思ってたんですよ。フィーザーを出しましょう。ん、これファイヤーでよかったかな。いっか、頑張りフリーザー。そう、フリーザーはね、催眠術を覚えてるので無限の可能性です。催眠術、空振り保険持ってるから外れても。そう、初めてね、令和エボ島派に出た時もね、そう、催眠電磁幕とか使ってね、なんだこのままーってね、びっくりされた。それが初めての生配信だったんですよね。今もやってることは素細胞ですね、一応。まあここで瞑想積んでいきましょう。その時はね、影分身生拳とか使ってて、まあ、3回目ですかね、令和エボ島杯、はい。そっから生配信が始めたとなると、約2年半くらい生配信をやってるってことになるのかな。起きるの早い、最速起きされてしまった。ちょっと待って、こったらどうしよう。フリーザーって名前的にそれはないよね。オッケー。フリーザーの名前抜群なんですよね、レッドフィームが。でもこれもう瞑想積む暇ないんで、暴風打ちましょう。2ターンくらい寝てくれるかなって思ったんだけど、ダメでしたね。よーし、暴風外さないの偉い。さっきはね、暴風を外して負けましたからね。フリートビーム、あー、でもちゃんと耐えたので、素晴らしい、偉いですね。やったー、大変ありがとうございました。と、こんな感じでした。
キドチがガラム三丁を使いたい系高級トリポケドイツ。他のリージョンとかでも思うんですけれど、やっぱり本当は原種ファイヤー、色違い原種ファイヤー、ガラルファイヤー、色違いガラルファイヤー、ガラルピチピチ生コムシの5匹とかで並べたいってなりましたね。最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけていたらチャンネル登録とグッドボタン、あと感想コメントとかもとっても嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。ではでは。